ほとりにて譲りはすみれ、遠く風車を回すあなたが見える。寒空にタコをあげるあなたが見える。山道の先、桜を見上げるあなたが見える。暗がりに矢を放つあなたが見える。お堂に座り手を合わせるあなたが見える。ざわめきの中、稲穂と揺れるあなたが見える。朝ぼらけ、岸辺に佇むあなたが見える。一人のあなたがここに見える。私たちは光だろうか、どこかから放たれてこの地面にまろぶ小石のような。たどり着いたほとりで尖ったり丸まったりしながら、つやめき、時にはハゼ。それでいて一途に影を伸ばす。背中の方へ、前の方へ、日の当たらない方へ、当たる方へ、たたずみ、惑い、震えながら。移ろう日々の日だまりと水たまりを抱く、ここに集うすべて、つかの間まどろみ、今また流れ行きながら、立つ波にあまねく光り影を引いて、あなたも一人静かに漕ぎ出す。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございます。座りください。今朗読していただいたのが、今回、展示をしてくださっている譲りはすみれさんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。私がこの、大東エリアというか駅の南側のエリアを担当している、平野雅彦といいます。どうぞよろしくお願いいたします。今日は詩が全く素人の、本当に素人の私がお聞きするんで、初歩的な、ね、質問をさせていただいたり、はい、あるいはもしかすると失礼な伺う、質問になったり、
することもあるかもしれませんけど、ちょっとお許しいただきながら場を進めていきたいなというふうに考えて、まあ、います。今日ここにね集って、くださった方たちはきっと自分の書棚を見ると詩が10冊以上きっとこう並んでるようなね、そういう人たちで詩に造詣が深いと思うんで、後でもしも、そういった立場からね質問があればそういったものをお聞きしたいなと思うんですけど、今一番最初にちょっと驚いたのがですね、今朗読してくださったじゃないですか、はい、ほとりにてって始まりましたよね、はい、この前の34度云々っていう、はい、これを飛ばしたのはなぜですか？そうですね、自分では飛ばしてないんですけど、一応言ってはいたんですけど、口の中で言っているんだあ、マスクで見えなかっただけなんですねいやでもこれはもう本当になんていうかな、まあ、このこれはこの展望台の経緯度なんですけど、はい、まあ、なんていうかなを表していて、で、まあ、記号的なものになるので、なんか声に出すよりかは、なんていうかな、見てというか割とここ記号的に視覚に訴える側のサイトなんですね。そうですね。あ、なるほど。ちなみにこれ感じることできるんですか？いや私はできないですけ ど、ね、でもチャエンナーレのオープニングの時に、はい、なんかアナウンスしてくださった、はい、学生さんですよね、はい、あの方はちゃんと、ね、読んでくれてましたよね。中学生だと思うんですけど、はい、ちゃんとこうフルで読んでくれてましたよね。読んでくださってありがたかったです、うん、つまりそこは読む人が声に出そうが、あるいはその、視覚的にパッとこう捉えようが、はい、そこにはそんなに、こだわりというか。そうですね、この記号ってそういうもんですもんね、はい、うん、この経緯度に関しては、はいはい、まあ、声に出してもいいし出さなくても。なるほどね、はい、そうですか。ところでこの詩については後ほど伺ってい、くとしてですね、ゆずりはさんは普段どんなものをこうモチーフにしながらこう試作をされているんですか？そうですね、私は割と日常にあったことだったり、うん、まあ、見たものだったり感じたことから詩を書き始めることが多いです、うん、はい、まあ、まさに身の回りの作品が、はい、まあ、比較的多いですよ ね、うん、すね、私もね、はい、いくつか読ませていただいてるんですけどね、うん、そのなんていうんだろう、こう対象とのその出会い方っていうんですかね、出会い方はどんな出会い方をしていらっしゃるんですか？出会い方、そうですね、なんかやっぱりモチーフがあって、うん、そこに、それがやがって詩というものになっていくんですけど、はいはい、何か我々のもの周りってこう日常っていってもものすごくこう多様な、ね、はい、ものであふれかえっている中で、そういう中に何かこう焦点が当たっていくわけですよね、うん、はい、うん、そのなんかゆずりはさんの目って言っていいのか。そうですね、なんか心惹かれる瞬間があったりとか、うん、すごくいいなって思う瞬間があるんですけど、うん、はい、それがどういうタイミングでっていうのがなかなか難しいですね、うん、昨日は夕方帰るときに空にカラスが飛んでたんですけど、ええ、それがすごい良くて、ええ、いいなって思いました。それを詩に書くかどうかは詩に書くか分からないけれども何かそういう、まあね、我々の周りで、まあ、
カラスは普通に飛んでるわけじゃないですか、はい、それを見た瞬間何かその時の風景とか、そうですね、なんか空の色とか風景、いろんなもの、そうですね、うん、それとあと、まあ、自分のその時の気持ちだったりとか、うんね、あと、まあ、その時っていうよりか、まあ、自分の中に何かあったもの、うんはい、あった何かとなんかその景色とかが重なったりとかつながったりする時にいいなっていうふうに、うんはい、思います。うん、そこからこう死になっていくかどうかっていうことはやっぱりその時の自分のモチベーションとか、そうですね、私はだいたい最初の一連が思いつくかつかないかで書けるか書けないかになってくるんですけど、そのちなみにそのいや昨日のカラスはすごく良かったよねっていうのはいつもこうメモにしていくんですか、なんか自分にメールを送るとか何かどういうふうに、そうですね、それは特にメモとかはしないです、覚えておくっていう感じです、はい、で別にすぐに死にできなくてもいいと思ってるので、ま、で何だろう、詩を書いてると本当に忘れてたようなことを思い出したりとか、すごい昔の記憶を思い出したりとかっていうのがよくあるので、なんかその時間がかかっても構わないので、うん、なんかまあ覚えておく、まあ、忘れちゃってもいいんですけど、うんうん、はい、なるほどね、そこはこう詩人によってもね、はい、きっとこう、うん、まあものづくりの多くの人がって言っていいと思うんですけど、はいはい、そこはまあ、それぞれ多様ですよね、うんはい、どういうふうに作っていくかね、はい、まあ、詩人でいうと私の知り合いも書士山田から何冊か本を出されている詩人がいるんですけど、うん、その人はカントのようにですね、毎日同じ時間に同じコースを、まあ、少しだけこう変えることもあるようなんですけど、うん、そこで、散歩をするときに、ミスコピーとかあるいはチラシの裏側とかそういったものを小さく、切っておいてですね、はい、なんか鉛筆一本持って、うんうんうん、デジカメを肩に背負って、はい、でこう散歩に出かけるらしいんですよ、はい、まあ、そのほとんど同じコースなのにやっぱり発見することがね、うんうんうん、いろいろこうね、はい、変わってきて、その中でやっぱそのね、詩人ももう70近い人ですけど、うんうん、詩を作って、まあ、膨大に作るわけですよね、うんうん、でどんどんこう詩になった瞬間っていうのが多分あるんですよね、うんうん、そんな風にして試作しているっていうのをね、うん、聞いたことがあります、はい、うんうん、まあ、ゆずりはさんはどっちかというとメモを取るっていうよりもこう記憶に留めておいて、はい、それがふっと何かこう浮かんできて、なんかそれがこう合体したり離れたり、うんはい、なんかこうしながら一つのこう形を作っていくって感じなんでしょうね。そうですね、うん、多分そういう感じだと思います、うん、まあ、よく聞かれる話なのかもしれないんですけど、いつ頃から詩を書き始めてるんですか？そうですね、詩を書き始めてるのは、まあ、中学生ぐらい、中学生の時から、うんです、はい、何かこうきっかけがあったんですか、詩を書こうという。はきっかけはそう特になくて、私はその時中学生の時にそのインターネットで今でいうブログみたいな、うんうん、もっとブログより簡素な機能しかない、まあ、テキストだけを上げられるっていうのがあって、はいはい、でそこで、まあ、なんか普段の出来事だったりとか、うん、まあ、その日思ったことだったりとか、うん、まあ、特になんかテーマとか決めずに、まあ、書いていたら、でそれを読んでくださった人が、まあ、詩ですねとかいい詩ですねだったりとか、うん、でコメントくださる方が多かったんですね。でそれを読んで、あ、私が書いてるのは詩なんだっていう風に、外側からむしろ、はい、そうですね、自覚つけられたというかね、はい、
それがまあきっかけって言えばきっかけかもしれないです。はい。なるほどね。こう普段我々もね、今もこういう言葉をこう交わしているわけじゃないですか。はい。あんま今この交わしている言葉自体を詩だと思う人ってあんまいないじゃないですか。たまに。あ、まあそれはね、それはたまにっていうか、多くの場合は普通に会話しているっていうふうに思うわけで、それは何か舞台のねセリフの中にはとても詩的なものがこう入っていたりするけれども、普通に話している言葉ってそんな普通の人はね、あんまりこれは詩だというふうに思わない。もしかしたら義勇詩人みたいな人がね、その中に会話の中に入っていたら非常にこう詩的だねと思うかもしれないんだけど、その何かしら、こうやって我々っていうのは普通の言葉を交わしていながら、そのあえて普通の言葉としかちょっと私言葉を持ち合わせてないんで、はい、そういう表現を使うんですけど、その出利派さんが考えるその普通の言葉とね詩の言葉っていうものの、その境みたいなものってどういうふうに考えていますか。境、そうですね、普通の言葉と詩の言葉の境、いやそもそもあるのかないのかみたいなね。これは以前ね雑談でちょっとこう話したことがあるんですけど、谷川俊太郎さんのね、谷川俊太郎質問箱って本があって、その中で、まあ、肩書きは確か OL の女性の方だったと思うんですけど、谷川俊太郎さんに、普通の言葉とね詩の言葉の違いって何ですかみたいな質問を投げかけているものがあって、まあ、谷川さんはそれなりに自分の言葉で語っていて、今それ語る必要はないんですけど、何かそもそも同じなのか、捉える人によって違うのか。そうですね、私はあんまりその普通の言葉と詩の言葉のが全く違うとは思ってないです、まあ、そうですね、なんだろう、例えば今私が朗読した詩に書かれている言葉は私の普段の言葉なのかっていうと、まあちょっと違うところから出てきてるとは思うんですね。それは何ですか、その単語の問題ですか、それとも詩っていうものは、まあ、ある程度形式みたいなものがあるわけじゃないですか、はい、リフレインさせるとか、例えば句読点があんまり使われないっていうかったりするじゃないですか、はい、もちろんね句読点が使われてる詩もねいくつもあるし、例えばそのあえてこの今回のを見ると前半がすごくその、あなたが見えるってものがこうリフレインされて繰り返されてますよね。これも一つのまあ形式といったら形式なのかもしれないけれども、はい、ここにその今句読点って話が出たんで、あえてこう句読点を外していくっていうことをされたのはどうしてですか。そうですね、まあ、句読点をつけていないっていうのは、まあ、普通の文章というか散文ではないからっていうのもあるんですけど、私は割と句読点を詩につけないタイプで、あんまり使わないんですけど、それはなぜかっていうと、まあなんていうかな、その読んだ時に何て言うかな、読んだ時のな自由度みたいなのを保っていたいんですよね。その句読点がつくと、その
ここまでが一つの文章なんだなっていうのが分かりやすいじゃないですか。でもそれを外すとどこまでが一つの文章なのかっていうのが分かりづらくなる、あえて曖昧に、そうですね、していくんですね、はいはい、なんでそういう意味だとなんかその、自由度を広げていくっていうか、なるほど、そのもしかしたらその詩の言葉っていうのは普通の言葉よりかはもっと、なんていうかな、自由、自由っていうかあまり決まりがない、決まりを取り外しても構わないっていうか、はい、そういうものなのかなっていう気はします。あの今ね話を伺いながら、あの、まあ、小学校だったか中学校だったかの、あの知識レベルのことを思い出したんですけど、なぜこう詩に句読点がないのかっていうのは、まあ何かね、作家、あの詩人の前で話すのは大変恐縮なんだけど、いわゆるもともと我々が使っているね日本語っていうのは元来句読点がなかったわけじゃないですか。でそれに、まあ、西洋の文化が入ってきて句読点をつけるっていうね、そういう文化が始まったっていうのを、あの多分中学校ぐらいで教わったんですよ、それを今ふと思い出したんだけど、まあそれによっていわゆる詩っていうものはその非常にこう古典とかね、形式とか、そういったもののこう原点を大切にしながらで、まあ、まさに今ゆずりはさんがね言ってくれたその、まあ、自由度を大切にしていくっていう、そこにさらにそういう文化がくっついてきてっていうか、なんかそれで句読点をこう打たないっていうね、そうこう形式が詩の中ではこう脈々と生き残っているっていうかね、むしろ、なんじゃないかなっていうふうに、ちょっとこう歴史的な知識レベルのことを話すと、なんかそんなこともね、きっと、だからこそ何かもしかすると句読点とか、まあ、例えば論文書くのに句読点つけないなんてありえないじゃないですか、ね、非常にロジカルに組み立てなきゃいけないんだけど、何かこれをね、あの 今この映像を見てくださってる方には分かりにくいかもしれないけれども、これ2段こう2列になって、でもこれがあの読みながら何かちょっとこう隣の方に行き来したり時々、前後がこう数行飛んで先の方に行ったりとかっていうね、何かそういうこともあるし、文字と文字がこう混ざり合うっていうのか、何かそういうこともね、なんか起きやすいっていうかね、なんかそういうことがこうこれをね見ていてあの感じたところですね、なんかそれについてはどうですか。いやそうですね勉強になりますいやいや今すごいそれを思ってたんですけど勉強になるなとあの ゆずりはさんはあのその詩の時でもいいんですけど、普段の時でも使わない、これ使わないぞって言葉ってあるんですか。そうですね、詩に例えば今回の詩だとマロブとか、ね、あんまりマロブは普段使わないですね。使わないですよね。はい、これコロンアルとか、そうですね。ね、マロブっていうね、普段使わない言葉を詩で使うっていうのは割と、私はよくします。いわゆるそこのその話で言えば、その普段使わない言葉をこう。まあ、思想らすと言ったらいいのか、あのたくさんのこう言い換えをしていくことによって、あのちょっと知らない言葉とかって、そこでちょっとこう立ち止まるじゃないですか、人って、はいはい、あれこれってどういう意味なんだろうとかね、この漢字どう読むんだろうとか、なんかそれによってね、多分そこで一呼吸つくとか、そこでちょっとあの立ち止まって文字の風景を見るとかね、あるいはもしかするとそこに立ち止まるんで、もしかするとそこだけインクが濃く見えるとかね、なんかそういうことが詩の世界ってこう起きるんだなっていうね、そんなそうですね、気がしますね、はい、今ねちょっとあの私が伺ったのはあの逆にこの言葉があんまり私好きじゃなくて、あの使わない
あえて言葉は日常的にもあるのかなっていうことをね、ちょっと伺いたかったんですけど。そうですね、日常、うん、日常で使わない言葉、あ、とか、うん、好きじゃない、好きじゃない好きじゃない言葉あ、ちなみにですね、私はあのいくつかあって、うん、消費者っていう言葉ってすごく意識的に使わないんですよ、うんうんうん、あの経済用語だと思うんですけど、もともと出た、はい、あのあなた消費者ですよねって言われたと、なんかものすごく不愉快になるんですよ私、うんうんうん、あの自分は消費だけしてないっていう、うんうんうん、なんか物もこうクリエーションしてるんだみたいなね、うんうん、いうことをすごくこうなんかこう押し付けられてる感じで、はいはいはい、なんかそれがまず使わない。それから、なるべくですね、文章を書くときに本当にっていうのを使わないとかね、うんうん、本当に、確かに、うん、本当にってすごく多用するじゃないですかみんな確かにそうですね、本当かよって言いたくなるぐらい本当って使うじゃないですか確かに、うん、ね、なんかこう強調しやすいっていうか、日本語の特性として本当に使いやすいですよね、うんうん、はいはい、うん、確かに私もあまり本当には使わないですね、うん、絶対使うもんかって自分思ってて、そうなんですね、一回ついつメール打ってたりしてると本当にって打っちゃうのに、もう慌てて消したりしますそこまですごい拒絶反応があることはないんですけどあとね、イベントとかね、イベントイベントも使わないんですよ自分、なるべく、あの誰かが、その主催者がイベントって使ってる場合はイベントって使うんですけど、イベントってやっぱりどうしてももうなんかこうその時限りの消費っていう意味がもうその中にこう込められてしまっていて、だからそういうイベントって言葉もね使わないです。最近ポイントって言葉もすごく嫌でそう、うん、ポイントに騙されるもんかみたいなね、あの坊主に行くけら今朝までに行くいみたいな文字に罪はないんですけど、単語に確かにそうです ね、そこにこう時代とともにいろんなその赤みたいなものとか、うんうんうん、ね、あのこう張り付いてくるじゃないですか、はい、あの哲学なんかでも同じ言葉なのに時代が違うと全くこう解釈が違ってきたりして、こう読み返してみたりね、今の一回はすごくなんか論争で打ちのめされて、時代からこう消費されていくっていうかね、何かこう消されていくような言葉でも、実は時代がねこう移ると、いやこれ今の時代だったらもう一度読み直せるなみたいなものってね、いっぱいあるじゃないですか、はい、だからマルクスはいっぱい生き残ってるしね、はい、うん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 、みたいなね、そういうことってねたくさんありますよね、はいはい、うん、だからもしかすると見直すこともあるのかもしれないんですけど、そういうね、あの使わない言葉っていうか敬遠している言葉っていうか、はいはい、うん、言葉っていうのは私はあるんですけど、そこまではないですか。そうですね、うん、私、まあ、うん、言葉可愛がってますもんね可愛がってる言葉可愛がってる人だからでもまあ可愛いですね言葉、ね、そうですね、私は、まあ、意識して使わないようにしてるのは、うん、あの、まあ、本当にと近いのかもしれないんですけど、マジっていう言葉は使わないようにしてるマジでもそれは何だろう、すごくなんか私の中にそういうなんかそれを使わない思想がきちんとあるのかっていうと、別にそうではなくて、なんか単純に自分に合わないなっていうので使わないだけなんですけど、マジですかあんまり自分も使わないな、はい、それは、うん、何かねこうそう、こう自分のスタイルとかね、はい、そういうものにこう合わなかったりして使わない言葉とかね、うんうんうん、出てきますよね、はい、でところで、まあ、先ほどその、ね、あの朗読してくださったじゃないですか、うん、最初にね、はい、あの詩人に対して、あのまずあの今回ね、あの何かこのトークをするにあたってね、希望みたいなものはありますかって伺った時に、
いや特にないんだけれど、朗読だけはさせてほしいっていう話になって、はい、それがまあ結局最初朗読してもらうことになったんだと思うんですけど、はい、なったんですけど、はい、その詩人が朗読するっていうことに対してはどうしてそれが必須だったんですか？そうですね、まあ、必須なのかどうかわからないですけど、うん、私はその詩っていうもの、まあ、言葉っていうものは声に出されて読まれるのを希望してると思うんですね、うん、特に詩は。なんで、まあ、こういう場がいただけるんだったら自分の書いたものは自分で声に出して読む必要があるかなと思って。うーん、はい、ああなるほど。いや、もともとね、言葉って日本でもそうだったと思うんですけど、世界的に見てその言語というか、そうやって声に出してましたよね。はい、ええ、だから図書館でも横にこのブースみたいなね、あれが残っているのは別に近年じゃないですよね、あれ、うんうん、まあつまりこう声に出してみんなブツブツ言うから、うんうん、それうるさくてあれ立ててたわけですよね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。黙って読めなかったんですよね、うん、黙読なんていうのはもう近代、近年ですもんね。うん、まあ、うちのもうとっくに亡くなってるんですけど、おじいちゃんはやっぱり新聞を声に出して読む人だったんですよ。はいはい、でなんで声に出して読むのかなって子供の頃は思ってたんですけど、その隣にいて結構ニュースがうん、うん、分かったんですよ、子供の頃。はい、だからうちのおじいちゃんは大正生まれの人だったんですけど、大正生まれの人も音読してたんですよ、きっと。だからもともと音読っていう声に出して読む文化っていうことがね、世界的なこう、まあ、普通のことであったっていうか、やっぱ源氏物語だって、はい、ね、みんな声に出して読む人たちがいたわけですよね。だから声に出して読むっていうことは根本的なことだろうなと思いつつ、その詩人がそのなんだろうな、声に出して読むと、ごめんなさい、素人なんで率直なところを考えたいんですけど、ある一定の聞き手にとってバイアスがかかると思うんですよ。子供の本の読み聞かせってあるじゃないですか、はい、あれもいくつかの流派があって、ものすごく感情的に読んでいいところと、あるいはもう淡々と読みなさい、それを受け手が解釈するんだみたいなね。でも詩人の朗読って私かなり聞いてると思うんですけど、もうそれぞれなんですね、やっぱり。ね、まあそれはそれぞれっていうのは非常にその作風に応じてっていうのか、その人柄に応じてっていうのか、読み方が様々でね、うんうん、それってある意味そのなんだろうな、ちょっと違う違和感があるかもしれないんですけど、解釈に影響するところだと思うんだけれども、一方でスミレさんもそうだと思うんだけれども、解釈っていうのはその読み手に委ねたいっていう詩人の方多いじゃないですか、そこに影響を与えないかなって、かえって。あ、詩人が朗読する。そうそうそう、うん、それはまあ確かにあるでしょうね、うんうんうん、それについてはどう思われますか？むしろスミレさんは割と今回もそうだと思うんですけど、こう読み手に委ねたい、解釈、はい、この、ね、今皆さんの手元にあるね、上に展示してあるその作品については解釈は述べたくない、うんうんうん、解釈は委ねたい、う
っていうふうにおっしゃるんだけど、一方で朗読をしてある程度のこうバイアスがかかるような気がするんですが、いやいやそうじゃないっていうことでもいいんですけど、うん、そうですね、まあ、どういう私は そこまでなんていうかな、うん、例えばその感情を込めて朗読したつもりはないんですけど、うん、先ほどね、うん、非常にこう、はい、淡々と物静かに ね、 ですね、なんでできるだけそういうなんていうかな、私のこの詩に対する解釈みたいなのは朗読には込めないようにはして、うん、ね、そこの、 あの微妙なところに話を、うん、あのこだわっちゃうんですけど、その淡々と物静かに読むっていうことすら解釈だと思うんですね。大きな声でリズミカルに読むだけではなくて、淡々と読むからこそのいわゆるその解釈の仕方もありますよね、うんうん、今先ほどね初めてすみれさんがこの今回ね展示してくれた作品を読んだんですけど、私はもうちょっとこう早いスピードで自分自身が読んでいた、その速度の から受ける解釈ってかなり違ったんですよ、うんうん、それなんで、あ、なんか詩人っていうのは、あ、詩人っていうのはっていうか、すみれがこの詩をこういう速度でこういうまで解釈してるんだなっていうのを初めて知って、ちょっとこうドキドキしたんですけどね、うんうん、それいいとか悪いっていう意味ではなくて、うん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 、あ、そういうことなんだなって。そうですね、私は基本的に自分の詩朗読するときはすごくゆっくり朗読するんで、それはどの詩もそうですね。詩によって朗読の速度を変えることはないんですけど、でどうしてゆっくり朗読するかっていうと、自分が書いた時の速度がそれぐらいだからっていう感じですね。ちなみにあの作品にこう仕上げていく過程ってパソコンなんですか？私はパソコンが多いです。はい、あのパソコンをパソコンですか？まあ、つまりスマホとかじゃないですか？あ、そうです、仕上げるときはパソコンで、でも書き始めるときはもうバラバラですね。はい、あの紙だったり紙でもあるし、スマホのときもありますし、はい、その何かこう詩をこうあの詩としてこう作っていくときの過程みたいなものをご自身はあまり残さなくても、きちっとこう最後の仕上がった詩が一本残ってればいいっていうイメージ。そうですね、うん、はい、うんうん、家庭はそうですね、パソコンでやってるんで消えちゃうんで。ですよね、はい、ね、はい、あのそれを、ね、丁寧に残している詩人もどうやらいるようなんですけど、はいはい、その過程をねあえて、でも上書きしていけばね当然消えちゃうわけで。そうですね、うん、ただ私推敲するときは一回印刷するので、印刷したやつに今鉛筆ペンでいろいろ書き込んで遂行するんですけど、うん、はい、あのごめんなさい、あの話がちょっとそれちゃったようなんですけど、あのいわゆるその音読によるその解釈の、ごめんなさい、うまく言葉が見つからないです、いいんでこの言葉になっちゃうんですけど、あの詩人があの受け手に対する介在というのか、なんかそこはむしろ OK なんですよね。それも一つの解釈の一つでしかないので、うん、でも、まあ、例えば、ここに書かれているこの詩の、例えばあなたが見えるってあなたって何ですかっていう解釈はあんまりこうお話しされたく。そうですね、うん、あなたが見える、うん、まあ、例えばですけど、はいはい、うん、そこのこの、音読に関する解釈と、うん、その言葉のここの意味ってどういう意味ですかみたいな、うん、そこの解釈の違いっていうのはそんなに意識はしないですか？
意識はしない。そうですね、なんか言葉はその、うん、例えばそのあなたが見えるのあなたは一体誰に、うん、何なんですかっていうことに関しては、まあ、私は あんまり答えたくない、まあ、それは考えてくださいっていう、うん、いう気持ちなんですけど、うん、で別にでも朗読するときにそのあなたが一体何であるのかっていうのが、うん、を分かるように私は朗読はしないで、うんうんうん、そうですね、それなんで説明してるっていう意識はないんですけど。なるほど。